何回見ても泣ける映像よし、音楽もよし。はい、皆様こんにちは。音声教育のしけもくです。チャンネル登録お願いいたします。ということで本日なんですけれども、こちらですね、老舗オーディオメーカーテクニクス同軸スピーカー SBC600 の実力やいかに、徹底レビューをお届けしたいなというふうに思います。はい、ということでね、これね、結構ご興味ある方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、もうね、あの国内のオーディオメーカーの老舗のですね、テクニクスさんが先月の2月に新製品2つですね、発売されたわけなんですけども、1つがこちらのアンプ SAC600、でもう一つがこちらのスピーカー SBC600 ということで、これね、もう私ね、国内発売が決まった瞬間に予約に行きました2セット、まあこちらね、あの2つ、もう同時に、まあ、発売日に、まあ、予約してね、購入させていただいたわけなんですけども、今回はこちらのスピーカーの方のね、 SBC600 のレビューをしていきたいなというふうに思っております。で、一言で言いますと、 SBC600、 あのね、かなり個性的です。はい、あの万能ではない、万能ではないんだけれども、すごく個性的で、ハマれば本当にね、あのいい体験ができるスピーカーだなというふうに思うので、このあたりをね、あの、まあ、注目していきながらご説明していきたいなというふうに思っております。まずはね、外観と仕様についてお話をしていきたいんですけれども、よくしょ、はい、こちらですね、もう見ていただければわかるように、同軸スピーカーのフロントバスレフ、もうこの仕様だけでね、もうワクワクしますよね。なかなかこんな仕様ないですからね。同軸でフロントなんてね、本当にね、いや、多分ほとんどないんじゃないかな。まあこういうのは面白い仕様なわけなんですけども、サイズはね、あの、まあ一般的なブックシェルフって言っていいんじゃないかな。横が173。で、高さが293ですね。で、この奥行きが283ということで、割とね、どこにでも置けるような、まあ、あのデスクトップにもね、頑張れば置けるぐらいのサイズなんじゃないかなっていうふうに思います。で、フロントバスレフなので、リアはもうほとんどなくて、バナナ対応のスピーカーのね、プラグがついていますというようなところで、まあ、これね、真っ黒ですね。サテンブラックみたいなものなんですけども、ちょっとね、技術的なね、ご説明をさせていただきますと、とにもかくにも、このね、同軸がね、ユニットがね、すごく、気になるわけじゃないですか。で、この同軸ユニットね、二つお話ししたいんですけど、一つは、このツイターについてるリニアフェーズプラグ。うん。これがね、なかなか面白いです。これ見えますかね？よいしょ。これですね。はい。このプラグが、ツイターについてるわけなんですけども、これ何をしたいかというと、まあ、同軸のユニットの場合ですと、広域と低域で位相のズレが発生するらしいんですよ。それをこのプラグをつけることによって、まあ、あの低域とね、広域の位相を合わせるような役割をしていますというこのプラグでございますね。で、もう一つ、このね、ウーハーのね、ユニットもね、結構面白いんですけども、面白いみたいなんですけども、オールアルミニウムダイヤグラムズ。はい。ということで、ウーハーとツイターの振動場の素材は、どちらもアルマイト処理されたアルミニウムを採用しているということで、まあ、結構これね、なんだろう、独自のユニットなのかな、うん、他で見かけるようなユニットではないですよね。はい、というようなウーハーを使っています。で、もう一個だけね、ご説明したいんですけども、何かというと、このフロントね、バスレフポートですよ。これがね、結構面白くて、スムースフローポートという形状をね、使ってるみたいなんですけども、まあ、要するに空気が、いい感じに出て、いい感じに出ますみたいなものですね。これ、詳しくは、テクニクスさんの、公式のウェブ見てください。結構ね、いろんな技術を使ってて、しっかり解説をされてらっしゃるので、ぜひ見ていただきたい。で、他にですね、初言をお伝えさせていただきますと、まず周波数特性は、40Hz から 100kHz。ちょっと上、なんかすごいな。まあ、下は40の上は100と、まあ、いわゆるハイレゾ対応ですね。はい。で、これから空気録音で、ぜひね、聞いていただきたいなと思うんですけれども、今回はですね、2曲選曲させていただいておりまして、1曲目が、離れ組ですね、家族の風景というアコースティック系の曲。で、もう1曲目が、EDM でございまして、この2曲の意図なんですけども、まあ、後ほどね、レビューさせていただくんですけども、このスピーカーね、一番の魅力は低域です。すっごい深いところまで沈み込む低域がこのサイズでしっかり出てくる。これはね、すごい魅力的なので、まあ、そのあたりはね、少し注目していただきながら、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思っております。で、
合わせてるセットなんですけども、まあね、どのレビューも、記事レビューも、この SAC600 と合わせてて、ちょっと面白くないなと思ったので、それは SAC600 の時に SBC600 と合わせます。はい。なので今回はスピーカー SBC600 で、アンプはね、ここ見えますかね、ティアックの AX50、もう割とね、一般的な、まあ、DQ アンプだと思うんですけども、こちらでやっておりますということでございます。まあ、ぜひね、まあ、結構いい感じにキャプチャーできてるんじゃないかなと思いますので、聞いてみてください。それでは空気録音をお楽しみください。どうぞ。皆さん空気録音いかがでしたでしょうか。まあ、結構ね、このスピーカーの特徴をね、キャプチャーできたんじゃないかなって思ってるんですけども、まず全体的な音の傾向で言うと、かなり重心が低い音ですね。重心が低くて非常に密度が高い。まあ、私のね、以前やってた、表で言うと、ウォームのダイナミック寄りですよね。うん。完全にね、なんか空気感とか、その開放感とか、そういうのはないですね。はい。すごく重心が低くて密度が高くて、こう、面に来るような感じの音をするんじゃないかっていうふうに思います。で、その中で、いい点と悪い点をお話ししたいんですけども、まずいい点。これはね、圧倒的に低域。低域がいい。迫力が
って深くて沈み込むんですよね。これ1曲目のあの家族の風景をね、聞いていただければあのわかるんじゃないかなと思うんですけども、あの曲ってあのすごいね、低気がね突っ込まれてるんですよ。ウッドベースの低気が突っ込まれてて、中途半端なブックシェルフだとね、あれ再生できないんですよね。でもすごくね、見事に再生している、こう深く沈むようなウッドベースっていうもの、そして空気感とか量感とか弦の弾く感じっていうのががっつりね再現されてる。これをね再現できる、あれぐらいまで再現できる10万円台のスピーカーってあんまり多くないんですよね。うん、それぐらいこのスピーカーの定期っていうのは素晴らしいんじゃないかなっていうふうに思います。そして2つ目なんですけども、これはね特にニアフィールドか、あるいはスピーカーの間隔を広げた時の、なんていうか定位というか楽器の位置表現ですよね。まあ、声と楽器の位置表現っていうのはこれがね素晴らしい。ただね、これ通常の置き方だとあんまりね、わかんないです。あくまでもニアフィールドね。これで言うと、このスピーカーの、もうこんぐらいです。もう、50センチぐらい。まあ、つまり、デスクトップの、まあ、PC スピーカーとして置いた時の、デスクトップスピーカーとして置いた時ぐらいの距離感覚。あるいは、リビングに置いた時の PC スピーカーの2メーターとかね。それぐらい横幅を離した時、こうすると非常にね、定位がいいです。うん。ただ、繰り返しますけども、これぐらいのね、1メートルちょっとぐらいの間隔で、私も距離を置いて 1.5メートルぐらいで聞くと普通。これね、多分ね、そういう風に作ってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういうような定位っていうのが、まあ、すごくニアか、あるいは間隔を広げると、非常に位置表現っていうのがいいっていうのが2つ目ですね。で、3つ目は、今の言ったところと非常に近いんですけども、声がね、すっごい抜けてくるんですよ。うん。逆にね、声がね、抜けすぎるというか、浮かび上がりすぎるぐらい、声はね、すごく抜けてきます。うん。これはちょっとね、後ほどもお話しするんですけれども、まあ、悪いところにもね、ちょっとつながりますし、いいところにもつながるんですけども、例えば、今回ね、曲を聴いていただきましたけども、テレビで聴いていただけると、すんごい声だけめっちゃ抜けてきます。声だけとか、声がすんごい明瞭に聞こえます。はい。このあたりはね、すごく、まあ、特徴的なところなんじゃないかなというふうに思います。で、次に悪いところなんですけども、まあ一つはね、一番最初にも申し上げましたけれども、重心が低いんですよ。ね、広域の抜け感はないし、結構頭打ち感を感じますよね。まあ少なくとも、なんとかスカッとするような、あるいはキラキラキラってするような音では全然ない。やっぱり重心が低い、で密度が高いっていう表現が多分正しいというか、しっくりくるかな。まあそのあたりの少しこう広域がね、すごい刺さるというか、飛んでくるような感じっていうものはあまり期待できないので、まあ、広域好きな方はね、すごいね、評価は低いと思います。逆に低域好きな方はめちゃめちゃ評価高いと思うんですけども、そこのね、まあ、攻撃に関してはある意味特徴があるっていうのは少し一つねお伝えしていくことですね。で、二つ目、これは何かっていうと、声のね、ツヤ感がね、全然感じないですね。はい。だから、EDM なんかはね、すごく、低域が深くて楽しいんですよ。でも、女性ボーカルなんかを、こう、色ツヤあるような感じで聞くようなスピーカーじゃないんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、三つ目なんですけども、これはね、先ほどの声が抜けてくるっていうのと、なんというか反作用というかなんですけども、ちょっとね、声と楽器のね、つながりが良くないですね。声が浮きすぎているというか、その声と楽器の滑らかさっていうのがやや欠ける感じがするというか、まあ、それぐらいちょっと声がね、浮かび上がってくる感じがしちゃうケースがあります。まあ、結構視聴位置にもよりますね。はい、視聴位置にもよるんですけども、まあ、そういうようなケースがありますね。ただ、これ先ほど申し上げた、ニアで、聞いたりとか、あるいは、このね、すごく横幅の感覚っていうのを広げると、そういったところは解消されますね。まあ、ここでまで行って、少し周波数特性を見ていただきたいんですね。で、ちょっと周波数特性を移したいんですけど、ドン。はい。これね、かなり、独特な周波数特性をしていますね。100Hz ぐらいの低域はすごくしっかり出ていて、そっから 500Hz、600Hz ぐらいまで、ちょっと下がっていくんですよ。うん。結構下がっていて 5dB ぐらい下がっていて、そっから 1K ぐらいまでこう上がって 2K に対して山になっていく。まあこれつまり声の帯域が 500Hz ぐらいからまあ 1K、2K ぐらいまでなので、まさに声がすごく強調されていて、かつ低域もすごく強調されている。
で、そっから 3K ぐらいでガッツリ下がって、3K って何かって、ハイハットのシャリシャリ感とか、あえて私が先ほど言った、広域の欲しいところというか、強調されるところっていうのが、結構ガッツリ下がってるんですよね。で、そっからはまたさらにちょっと上がっていって、まあ、バイオンセーブみたいになっていってると思うんですけども、なんというか、やっぱり、すごく、で、バイオンもね、あんまり感じないんですよね。実音がすごく出てきてるような感じがするんですけども、まあ、この周波数を見ていただけると、先ほどまでね、私が言っていた、低域がしっかり出ている。で、声もしっかり出ている。でも、広域の抜け感がない。まあ、このあたりが少しこの周波数のね、測定結果からわかるんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、でもね、本当にね、低域はね、かなりしっかり出てる感じがしますよね。これちょっと悪いところを少し多めに言ったんですけども、合うと本当にいいんですよ。で、得意な音楽で言うと、まあ今回聴いていただいたアコースティック系の編成だと、楽器ない、ね、そんなに多くないですし、それぞれの位置関係っていうものがすごく分かって声が抜けてくると、すごくそのライブ感がありますから、まあそういうようなね、楽器が少ないような音楽っていうのはすごく楽しい。で、もう一つは逆に楽器がめちゃめちゃ多いというか、違うな、デジタル感があるような EDM。これもね、すっごいノリよく聞きます。低域がね、突っ込まれてくるのを、ものすごいこのね、バセリフから出てくるような空気で、これね、床がね、響くんですよ。それぐらいしっかりと低域が出るので、まあ、EDM なんかもね、すごく楽しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あとはこれ、後ほども言いますけども、映像はすっごくいいです。で、逆に苦手な音楽は、ポップスはね、良くないですね。良くないっていうか、他のスピーカーでもいいんじゃないかなっていう感じはしますね。先ほども申し上げましたけども、色ツヤはやっぱりあんまり控えめなので、控えめというか私はあんまり感じなかったです。控えめというか感じなかった。なので、女性ボーカルをツヤっぽく聞きたいなっていうのは、まあ、聞けるんですけども、まあ、ツヤ感あるスピーカーって他にあるよねっていう感じは私はしちゃいますね。あとはやっぱクラシックなんかは、すごく解像感がね、求められたりとかするんですけども、そこはね、ちょっとやっぱ解像しきらない感じはあるので、低域のね、迫力とかはあるんで、こう、カルテットとかだといいかもしれないんですけども、大編成なんかだと、あんまりちょっと得意じゃないんじゃないかなっていう感じはしますね。はい。ということで、シチュエーションなんですけれども、これはね、私自信を持って言います。マルチユースがすごくいいですね。何を意味してるかっていうと、音楽も聞くし、映像も見る。こういうシーンにおいては、このスピーカーは本当にいいです。特にね、映像はね、めちゃめちゃ楽しくて、私これ実際にリビングに置いて使ったんですよ。いろんなね、映像見ました。ニュースも見たし、ドキュメンタリーも見たし、バラエティも見たし、まあね、あるいはライブも見たし、あるいは、こう、アニメも見たんですよ。どれもね、すっごい楽しめるし、すごく明瞭に聞ける。先ほども言ったように声がすごく浮き出てくるので、やっぱり映像にはすごく向いていますよね。で、私実際に 7.1 チャンネルをリビングで使ってるんですけども、使ってたんですけども、もうね、私いらないなって思いました。この SBC600 と、あとね、まあ、次の動画でも言いますけど、SAC600 の組み合わせがあれば、リビングはね、かなり十分。声がすごく明瞭に聞こえるし、かつね、低域もね、先ほど言ったようにしっかり出るので、サブウーファね、私は16畳ぐらいのリビングなんですけど、ね、いらないかな。っていうぐらい、しっかりと、まあ、欲しい人はサブウーファー使った方がいいんですけども、まあ、それぐらいしっかりと低域も出るので、映像が非常に楽しい。でも、しっかりと音楽も奏でることができるので、まあ、先ほどの一番最初のものです。マルチユースですよね。マルチソース。例えば、PC オーディオで、まあ、デスクトップオーディオで、PC を使いながら、YouTube とかも見ながら、でも音楽も聞きたい。あるいはリビングで、基本的には映像を見るんだけれども、やっぱり時たま音楽も聞きたいね。こういう使い方をね、多分想定して作ったんだと思うんですよ。すっごい向いてます。本当に。だから、私、タイトルはね、もう決めていて、皆さん見ていただいてるんですけども、リビングには、本当に向いてます。だからね、ちょっとね、そろそろ締め始めるんですけども、これ月産100台ってめちゃめちゃ少ないんですよ。月に天下のパナソニック様、テクニクス様100台しか作らないんですよね。いやー、ちょっともったいないな、本当にもったいないなと思ってて、家電量販店なんかのテレビと一緒にこのスピーカーを置いていただけると本当に楽しいので、まあそういった使い方がね、私はすごくいいんじゃないかなというふうに思います。まあ音楽も、向いてる音楽もありますけれども、私はこのスピーカーは映像が得意な音楽も聴けるスピーカーっていうふうに、まあ捉えた方が、むしろこのスピーカーの良さっていうのがわかるんじゃないかなというふうに思っております。
はい。ということで、本日もレビューいかがでしたでしょうか。まあ、次はですね、この SAC600 と SBC600 でね、組み合わせでレビューをしていきたいなというふうに思っておりますので、次の動画もぜひお楽しみください。はい。それでは皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価いただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。